CA ベレスサルスフィエルドクルブアトレティコベレスサルスフィエルドはアルゼンチンブエノスアイレス州ブエノスアイレスを本拠地とするスポーツクラブであるスーペルリーガーアルフェンティーナに所属するサッカー部門がよく知られている1910年ブエノスアイレス近郊のフロレスタ地区に設立されたホームグラウンドの向かい側にブエノスアイレス西鉄道のベレスサルスフィエルド駅 現名称、フロレスタ駅があり、クラブ名称はこの駅名に由来する。創設当初は CA アルヘンティノスでベレスサルスフィールドという名称だったが、後に CA ベレスサルスフィールドに短縮されている。1919年、まだアマチュアリーグだったアルゼンチンリーグに初参戦して準優勝した。1913年に、 クラブの組合員となったホセア・マルフィターには1923年に会長となり、1925年に一旦会長職を退いたが、1941年に再就任すると1969年まで長期政権を築いた。1931年にはアルゼンチンリーグがプロ化され、創設時の18クラブの一員となった。1941年にプリラ・ビシオン。 一部から降格したが、1943年に復帰して以来、プリメーラディビシオンに在籍し続けており、アルゼンチンリーグ232票では5位に位置する。1968ナシオナルでは、アルゼンチン代表でもエースストライカーであったカルロスビ、アンチが活躍し、初のリーグ優勝を果たした。その後は、優勝から遠ざかったが、1991年には、 コパアメリカ優勝の立役者となったオスカルル・ジェリが南米年間最優秀選手賞を受賞した。1993年にビアンチが監督に就任するとキーパーのホセルイス・チラベルトやホセ・バスワールドやロベルト・トロッタを中心としたチームは1993クラウス・ウラで25年ぶりのリーグ優勝を遂げた。クラブの黄金期は1990年代であり、4つの 国内タイトルと5つの国際タイトルを獲得している。1994年のコパリベルタドーレス決勝では、前年度覇者のサンパウロ FC、ブラジルと対戦して勝利し、同年のトヨタカップでは AC ミラン、イタリアを2から0で破った。1995アペルトゥラ、1996クラウスウラでもリーグ優勝し、1996年には、 スーペルコパスダメリカーナで優勝した。ビアンチ監督は1996年に退いたが、1997年にはレコパスダメリカーナで優勝し、1998、クラウス裏ラでは5度目のリーグ優勝を果たした。1991年から2000年まで在籍したチラベルトは南米チームオブザヤーに6度選出され、1996年には 南米年間最優秀選手賞を受賞した。2009クラウス裏でも優勝争いに加わり、CA 裏間に次ぐ2位で最終節の直接対決を迎えた。裏間戦では、氷が降って試合が一時中断するなどしたが、後半38分に、マキシミリアーノ・モラレスが決勝点を挙げ、逆転で劇的なリーグ優勝を決めた。なお、判定への抗議などで試合が中断したため、 この試合が終わった時に、時計は、後半60分を指していた。ベレスの愛称のエル・ホートン、エル・フォルティン、要塞は、1932年7月13日、日韓紙、クリティカの記者、ウーゴ・マリーニが、彼の記事のタイトルを、サンロレンソワース、ビジャルーロの要塞、ベレス・サルスフィエルドのことを攻め落とすことができるだろうか、と書いたことに由来する。当時、 ベレスのスタジアムはビジャルーロにあり、スタジアムの照明の塔の群が要塞を思わせる外観だったのでこのように例えられた。リニエルス地区にあるエスタディオホセアマルフィターニをホームスタジアムとしている。1941年から1943年の間に建設され、1947年から1951年の間にセメントを用いて改築され、 1978FIFA ワールドカップに向けて改築されたスタジアムは同大会で開催地の一つとなり一次リーグの試合が行われた。1979年のコパーアメリカではグループリーグの試合や決勝戦プレイオフが行われた。2001年にアルゼンチンで開催された FIFA ワールドユース選手権でも会場となり決勝や3位決定戦が行われるなど メインとなるスタジアムだった。ラグビーアルゼンチン代表のテストマッチや、コンサートなどにも使用される。49,540人収容であるが、この数字は固定席以外の座席も含む。ベレスのサポーターはフォーテネローズ、ホルティネロスと呼ばれる。ブエノスアイレス市西部のリニエルス地区周辺に、サポーターが多く、グランブエノスアイレスのモレーノ地区やメロ地区にも、サポーターがいる。 しかし、1990年代に国内外で成功を収めたことで、ベレスのサポーターは目に見えて増加し、今日ではアルゼンチン全域でサポーターを見つけることが出る。ウエノスアイレスから 1600km 離れたトゥクマン州サンミゲルでトゥクマンにもファンクラブが存在する。ベレスには直接的なライバルが存在しないが、近隣のカバディート地区を本拠地とする。 フェロカリル・オエステとは歴史的にライバル関係にある。彼らとの対戦はクラシコ・デル・オエステ、西部、ダービーとして知られるが、フェロのプリメーラ・ビィー・ナシオナル二部降格以来、両クラブは異なるカテゴリーに参戦しており、ライバル意識は薄れている。最後に対戦した2000年の試合では、アウェーのベレスが1から0の勝利を収めた。2011年、ベレスがリーグ優勝して、 プロ開雇の優勝回数でビッグ後の一つである羅針クラブを追い抜いたことがあった。これをきっかけにベレスの選手がメディアを通して羅針を挑発するなどして両チームの対戦は以前より熱気を帯びている。胸に V 字のデザインがファーストユニフォームとして採用されたのは1933年である。このユニフォームはもともとはラグビーチームのために オーダーされたものだった。しかし、サッカーチームは引き下がらず、これを自分たちのユニフォームとして採用することに決めた。リーグ戦と国際カップ戦の通算出場試合数、リーグ戦と国際カップ戦の通算得点数、以下はプリメイラリビシオンで得点王を獲得した選手の一覧である。以下は国際大会で得点王を獲得した選手の一覧である。 以下は、ベレス在籍中に、主要な個人賞を受賞した選手の一覧である。以下は、ベレス在籍中に FIFA ワールドカップに出場した選手の一覧である。太字の選手はその大会で優勝したことを示している。以下は、ベレスの下部組織出身で、FIFA ワールドカップに出場した選手の一覧である。出場したのが、ベレス在籍時ではない選手も含まれる。 男女のバスケットボールチームも所有している。男子チームはリーガナショナル B、3部などに在籍しているが、女子チームはアルゼンチンで最も成功を収めているチームであり、リーガナショナルでバスケットフェメニーの一部で2010年シーズンなど6度のリーグ優勝経験がある。2010年シーズンのスターティング5、サンドラ・パボン、マリーナ・カーバ、パウラ・ガッティ、パウラ・レヒアルド、 フローレンシア・フェルナンデスは全員がアルゼンチン代表として女子バスケットボール世界選手権2010に出場した。男女のバレーボールチームも所有しており、ブエノスアイレス大都市県リーグに参戦している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。